一郎。少し相談に乗ってもらえるか。俺なんかが先輩の役に立てるとは思いませんけど。幼馴染のお前じゃないとダメなんだ。私が男を苦手としていることは知っているよな。ハレンチナ！すみません、手が滑ってしまって。怒鳴ってすまない。私も不注意だったな。これ式のことでうろたえてしまうなんて本当に情けないな。先輩、これぐらい耐えられるようにならないと、いつまで経っても男性恐怖症を克服なんてできないですよ。そうなのだが、提案があるんですけど。何だ？準備できましたよ。どこを触るか分かったら鍛錬になりませんよ。そうなのか。じゃあ行きますよ。うん、頼む。昨日のこと怒っていますよね。うん、怒っていない。え、知っているぞ、新一郎がどれほど努力を重ねてきたか。だから努力が無駄だったなんて悲しいことは言わないでくれ。葵先輩、私は男が苦手だ。でも君と精進したおかげで、ほら先輩、こうして触れることができる。これでも努力は無駄だったなんて思うか。いいえ。うむ。汗をかいたままでいいのか。構いません。またかけられてしまったな。すいません。初めての経験なんだ。もう少し優しくしてくれないか。